サルガスソ海北、大西洋の海流図。中央の海流に囲まれた部分が、サルガスソ海サルガスソ海は、メキシコ湾流、北、大西洋海流、カナリア海流、大西洋赤道海流に囲まれた海域であり、北緯25度から35度、整形40度から70度に存在し、長さ 3200km、幅 1100km の範囲となる。浮遊性の海層。 サルガススムにちなむ、サルガスソ海とも、サルガスソ海に漂うサルガススムサルガスソ海の周りで、蒸気四海流が時計回りの大きな渦を作っているため、浮遊物が集まると考えられる。粘りつく海と言われるのも、この海藻の集合によるものである。大量の気泡を内包しており、アメリカの沿岸地域に多量に生えている、この海藻が嵐によって海を漂流し、 海流に乗って、サルガッソ海に流れ着く。水流がなく、無風状態が続くと、多くの海藻がこの海域に溜まることになり、サルガッソムなどの海藻が長い線上になって、漂っている。この海域の海面下には、激しい水温の逆転層があるため、海水中の栄養分が少なく、プランクトンが非常に少ない。このため海水の透明度が高く、 世界一透明度の高い海域であり、透明度の世界最高値66.5メートルはこの海域で測定されている。この海域の存在は15世紀のポルトガルの船乗りの間で知られており、コロンブスも航海機の中で海藻が多く浮遊し、波が多い海域として記録している。なお、他の海洋においても太平洋における太平洋ゴミベルトなどと同様の海域があることが、 指摘されている。20世紀初頭、ヨーロッパウナギの養魚が大西洋バミューダ島南東の海中で発見されたことから、デンマークの海洋科学者、ヨハネス・シミットによって、アメリカウナギとヨーロッパウナギの制御は、サルガス疎海に帰り産卵し養魚が成長する場所で、あると発表され長らく定説となっていたが、卵や産卵中のウナギ制御がこの海域で直接、 確認されたことはない。ヨーロッパウナギ制御は、標識放流による海遊調査で、サルガス疎開より、はるか東方の大西洋中央海嶺にある、アゾレス諸島海域に集まることが知られている。サルガス疎開は、多くの船舶が沈没したり、行方不明になる、魔の海、船の墓場であるという伝説で知られるが、それらの話には、裏付けがなく、あくまでも伝説に過ぎない。 伝説では、風が吹かず、小船が何週間も動けずにいる間に船体に、海藻が絡みつき、風が吹いた時にはすでに動けなくなっており、ボートで船を引っ張ろうとしてもそのボートのオールに、海藻が絡みつく、あるいはスクリューが、海藻に絡みつくなどして、船が航行できず、船乗りたちは、水と食料の不足で、しばしば全滅した、などと言われる。また、無人となった船は、 その後も幽霊船となって長い間この海域をさまようが、やがて砲が腐り、マストが倒れ、最後には海藻に付着して、一緒に流されてきた船食い虫に船体を食い荒らされて沈んでいき、無数の船がこの粘りつく海に捕まり脱出できぬまま沈んでいったとされる。しかし、この海域の特異性を原因とした明確な遭難記録は解無である。この海域は貿易風と、 偏西風の狭間に位置する高気圧帯のため、小舟の航行に適した両風が吹きにくい。このため、貿易風や偏西風を利用して大西洋を航海していた小舟時代、この海域に侵入すると船の速度は著しく落ちた。なぎの状態になることも多いため、身動きが取れなくなることもあった。魚がほとんど取れない海域でもあり、船乗りは乗員の食料保全のため、 積み荷の馬を食料とせざるを得なかったことから、北緯30度付近の大西洋中央海域をコースラティテューズと呼んだ。サルガス疎海は、本来の大西洋横断航海コースから外れた風の弱い海域であり、当時の船乗りにとって危機すべき海域であったことから、様々な伝説が生じたものと考えられる。またこの海域は、海流のおどみのようになっているため、 他の海域に比べて浮遊性の海藻が集まりやすくなっている。しかし実際には、ホンダワラ類の海藻は、ほとんどが海面上を浮遊しているだけであり、外洋航海用に作られた船舶がそれにより、航行不能に陥ることはあり得ない。また、海面下数メートルに位置するスクリューに、海面上の海藻が絡みつくこともない。コロンブスの航海機によると、 1492年9月16日に海藻が多く浮遊する海域に入っており、この日以降、なが多く船がなかなか進まなかったことが記録されている。しかし、風が全く吹かなかったわけではなく、南南西に船を進め、10月4日には海藻がなく風が吹く海域に達し、無事にこの海域を航行している。フィクションでは、航行が著しく困難な場所に、 サルガスその名が冠されることがある。ありがとうございます。